なんで学生時代頑張ったことを聞くのかってことを結構考えた方がいいと思いますよ。だからやめてもええから一旦一本踏み出して浅く学んでちゃうかったらやめたらいいと。だから逆に言うと今じゃないと新しい価値観を取り入れられないよって伝えたい俺。どうもしゅんです、こんにちは。ということで、レンガーさんです。あ、どうもこんにちは、レンガーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はじめまして。今回はですね、レンガーさんに就活についていろいろお伺いしたいなと思っております。レンガーさんはですね、実際に大阪大学時代に普通に就活もされて、機械大手のメーカーに就職されて1年弱働いて、そこ、はい、からまた YouTuber になられたという方です。なので、今回はどういうキャリアを歩んできて、どういう考えで今の人生の選択をしたのかっていうところと、大学生時代にこういう風に考えて行動しておけばよかったみたいなところをお伺いできたらなと思ってます。今回ですね、関西に住んでいる大学生にもお越しいただきました。大学生のお立場から聞きたいことがあったら追加でお聞きしていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。僕はあれなんですよ、花伝の顔と日常伝顔の顔で2つあって、はい、今日は真面目伝顔の方でいいですか。中間あ、中間ぐらい、はい、OK です、OK です。今回は使い分けて頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに自己紹介だけお願いしますか、みれさん。はい、立命館大学職マネジメント学部2年の武藤美玲です。よろしくお願いします。いや、もう初々しいわ。ほんまに就活生じゃん。レンガーさん、意外と就活されたのは数年前だと思うんですけど、その当時の話も聞きたいんですけど、まず大学生のうちにやった方がいいことっていうテーマについてお聞きしたいんですけども、レンガーさん、どういう大学時代を送ってきたかっていうのをまずお聞きしてもいいですか。僕はですね、同期の中で目立つっていう、まず目標があるわけ、俺の中で。それを持って大学にも入ったし、就職の時もそれを意識して入って、それをまあ大学の軸、目立つというか行動的な生活を送るっていうのがめちゃくちゃ大事にしてて、大学生活の時も普通やったらフットサルサークルとかテニサーとか入って遊ぶみたいなのが主流やったから、俺が入った時の周りの友達は、うんうん、でもこれ4年続けてなんか残るんかなってなったのが俺の印象だから、その正直4年経った時に大学生活中のエピソードが話せないと自信を満々に、まあ、就活では生きないって思ってて、結局エピソードトークって頑張ったらエピソードほど熱がこもって話せるし、それって相手に伝わる話やから、熱を持って相手に伝えるためのエピソードを作るためにも、結局大学生活を本気で生きるってことが一番まず大事です。これが一番大前提ですね。これができてる人とできてない人で就活始めた時期が一緒でももう差があると思っていいですね。はい、だから大学1年の最初でフットサルとかに入ってもよかったんだけど、ウィンドサーフィンに入った理由は未熟なチームだったから逆に入ったね俺。たまたま周りの友達とかにも恵まれて、今しかできひんことやろうぜみたいなことは結構話には出てて、はい、ウィンドサーフィン部ってめちゃくちゃ歴史があるチームじゃなくて、俺ら2代目なんよ。ほぼ新しいチームで、当時2個上の先輩1人で作って阪大に初めてウィンドサーフィン部を、で俺らの代が5人いたんだけど、計6人じゃんか、全員男なんよ。だからその男だけで、要は女の子とかにもこのウィンドサーフィン面白いよって伝えることが大変で、要は新入部員を獲得するのが大変でみたいなのを経験して、今はもう3、40人いるチームになってんだけど、だそういう経験とかは大きかったなって思う。というのがあったから今があるっていうのはありますね、完全に。ちなみにそのエピソードとかは就活の地下とかでもいう話だ。面接でバンバン話しましたね。結局過去のエピソードが今の自分を形成してるかどうかが結構大事、うんうん、就職活動ってなんか結局なんで学生時代頑張ったことを聞くのかってことを結構考えた方がいいと思いますよ。だから質問したの意図として、あれを聞く理由って、僕は最後まで諦めず頑張る人間ですって言ったとしても初対面なんで、ほんまかお前ってなるんですよ、面接官って。だから証明するために、いや僕こんなエピソード持ってますってエピソードトークを話すっていう人があるじゃないですか、はい、エピソードトークってそういう多分位置づけだと僕は思ってるんで、うんうん、だからちゃんと強みになるような大学生活になってるのかっていう、今やるべきこと何って聞かれたらそれしか答えないですね。今を本気で生きてくれと、とりあえず、うんうん、就活のためとかではなくて、とにかく今を本気で生きることが結果的にキャリアの形成にもつながる。まあちょっと抽象的ですけど、とりあえず今を本気で生きるがまず大前提にあって、うん、じゃあその上で何をやるかっていう、ここは正直何でもいいと思うんですよ。何かを本気でやるっていうのが大事かなと思います。ちなみに今の学生時代頑張ったことを話す意図としては、自分はこういう人間ですっていうことを伝えるための説得力の材料として伝える、まあ、僕はそういう意図かなと思うだったと思うんですが、レンガーさんの場合はどういう人間であることを伝えるために今のエピソードを話したんですか。僕は基本的に最初ね、できないからスタートするんですよ、全ての物事が、はい、勉強も僕小学校と中学校の時は全然できなくて、後天的に結構全部できるようになってるっていうのがあって、だから最初はできないですけど、バーって努力して最後は全員に勝ちますっていう、大体初めてから1年後ぐらいから花咲き出すっていう僕の傾向としてあって、逆に言うと最初めちゃくちゃきついことがあっても耐えれますよっていうことも伝えた気がする。実際1年で辞めてるんだけど、
実際に今の大学生として電眼さんに聞いてみたいこととかってありますか？私の場合とか結構行動したいって思ってもできないとか周りの目を気にしちゃってみたいなことを結構聞くんですけど、そういう時になんでそう行動できたとかどういう考え方とかこれやった方がいいんじゃねって思ったことをやったら大体何かプラスになってる。でもそれって多分俺の直感が正しいとかじゃなくて多分やったら何かプラスになるよ、誰が何であろうとかっていうのを多分過去の経験と知ってるっていうのがあって、ウィンドサーフィンだって正直周り4人はみんなセーリング経験者だったり、セーリング競技って言うんだけど、ああいうウィンドサーフィンみたいな競技のことを、ウィンドサーフィンって何競うかも分かんないじゃん正直、何競うか俺その状態だったんだよね。でも残りの4人は何競うか知ってんのよ。で俺だけ知らないって状態で俺入部してるから、普通やったらこれやめるんよね。この人周りが何すればいいか分かってる中で俺は何していいかすら分からへん、何を競うのみたいなところからだから、俺だけなんか座学みたいな状態入るよ。そうなった時にでもこれは続けた方がいいってなったよ俺。ここで続けたら俺ヒーローだじゃないけど、結局その経験が生きてるみたいなところあるし、一旦一歩目出すっていうのマジ大事なんよね。なんか出した方が得って過去の経験と知ってるから出せる今。そうだと思いますよ。中学生ぐらいの時までは僕辞めることは悪だと思ってたんですけど、高校の時もそう思ってたかな。大学以降ぐらいからは別に辞めるでもいいんですよ。辞めるでもよくて、これなんでかって言ったら、僕が子供たちとかによく伝えてるのが、若い時ほど広く浅く学べて伝えてるんですよ。辞めてもええから一旦一本踏み出して浅く学んで、ちゃうかったら辞めたらいいというのをこうやってやってった中で、10個それをやったとしたら11個目やる勇気が出やすくなるっていうのがまず1個メリットであって、これをやると今まで1回もやったことない人の1本目って結構大変なんだけど、10個やったことあって11個目踏み出すの結構楽になるよね。もう今までの経験があるから。確かにこれ結構まず新しいこと始めるチャレンジ能力が上がるっていう手法の一つやし、別にやめたってええわけ、若い時にやったことって思ってます僕は。まあそもそもだって自分の人生でそれをまあやってみてちゃうなって思って他に行ってるだけやけど、7つ目のこいつ俺の人生で生きるかもって思って、これが例えば塾講師だとして、あ俺塾講師向いてるわって気づくというか、やって初めて才能に気づくみたいなのもあるじゃないですか世の中って。才能に気づくためにもやっぱ広く浅く学べって僕結構子供たちに言ってて、それでも大学生もギリ適用されるから僕の中で、結構阪大とか行ってる人頭でっかちになる傾向があって、基礎工学部行ったから理系就職しないといけない、僕結構頭でっかち気味だったんだけど、別にでもその時点で狭く深く決める必要なくねっていうのが今の答え。で18歳の段階で基礎校にたまたま受かったから行ってるだけであって、別に文系就職したっていいわけやし、それで言うと別に起業家になってもいいわけやし、それこそ YouTuber になってもいいわけやし、何でもいいわけよ。頭でっかちに基礎校行ったから理系だみたいな運にしない方がいいと思う、18歳19歳の段階で。で今の質問の答えで言うと、やめてもいいから一歩目が大変なのは分かるけどやってみるっていうことが大事っていうことですね。まあ僕はそう思います。25歳ぐらいまでで結構ね、人ってこうね頭でっかちになってしまう傾向があって、まあ、大人になると特になんだけど、なんでかって言ったら、例えば40歳の人って俺より10年以上生きてるわけやん。ってことは40歳の人って、まあ、40年生きてるわけやん。この40年が無駄と思いたくないわけ、ってことは、この40年を肯定するために、この40年の経験でも後に話そうとするよね。年取ればもっと顕著になるから、自分の過去の経験が正解100点みたいな感じにどんどんなっていくと思う、人間って。だから逆に言うと、今じゃないと新しい価値観を取り入れられないよって伝えたい俺。っていうのが僕の真面目伝言です。ごめんなさい。なんかめっちゃかっこよく見えてきましたね、伝言。いや、ごめんなさい、ちょっと。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、ということで、一つ目のテーマ、大学時代にやった方がいいことを大きいテーマでお聞きしたんですけど、今の話結構、それこそ春大の視聴者の18歳から24歳の若手の方に響いたんじゃないかなと思います。うん、ということで、伝言さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。就活会議と春大やりで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。